さあ、それでは座礁の皆さんのステージお楽しみください。さあさあ皆様、この上で我らこの地に降り立った神田明神は座礁地に向かい、我らこの地に降り立った神田明神は座礁地に向かい、一番強い人藤山忠、東武史、はい、三原勝男、天地を揺るがす盾と舞、世界に轟く究極のエンターテインメント、さあ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 皆様ご覧くださいTOKYO
皆さん、ご観覧いただき誠にありがとうございます。はい、私たちはですね、いつもですね、ザ・ショーと言いまして、いつも向かいのガラス張りの文化交流館地下1階で、舞台をやらせていただいています。ちょうどですね、今日から1ヶ月後、2月19日より私たちね、再演いたしますので、月火水ではなく水木金ですね、月火はやってません、水木金だけやっておりますので、ぜひ皆さんホームページなどお調べいただいて来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ皆さんありがとうございます。そしてこの度ですね、本日の江戸東京夜市座礁の皆さんに、こちら上がっていただきまして、皆さんステージをお楽しみいただきましたが、千代田市の文化楽しめる施設など、観光アンバサダーとして、千代田市の魅力を発信していただいております、千代田区観光アンバサダーのマラーさんにお越しいただきました。こんにちは、皆さんこんばんは、観光アンバサダーのマライでございます。私は、ドイツ人なんですけど、初めて日本の夜市を見て、こんな素敵なイベントだったんですね。やっぱ素敵なイベントでしたよね。めちゃくちゃファンが熱いですね。素晴らしいですね。ドイツだったらもうこういう時期だったらクリスマスマーケットとかそういうのしかなくて、すごくしんみりしてるんですけど、めちゃくちゃ熱いですね。そしてさっきの和太鼓もなんか脱いでましたよね。なんかすごいめちゃくちゃ良かったですね。あとなんか妖怪たちがすごい楽しい。はい、皆さん、私は今年今日初めて本当に夜市を見たんですけど、ぜひ友達や家族みんなに教えてまた来てください。はい、ね、そう、江戸東京夜市最高だと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。江戸東京夜市のことを皆さんに宣伝してくださっております、千代田区観光アンバサダーのマーライさんにお越しいただきました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、こちらのですね、座礁の皆さんの飛び出す劇場型のレストラン、2月19日から、後方にございます文化交流館の地下1階江戸っ子スタジオで2月19日から再始動いたします。昨年大好評でございましたので、ぜひ再始動してほしいという声が多く上がっておりました。皆様、小チャージの方が通常は4500円のところを 77% で本日1500円のポストカードをこの後お渡しします。ぜひ皆さん、この 77% になるチケットをぜひ受け取っていただきたいと思います。メルカリで売らないでくださいね。売らないでください、よろしくお願いします。2月19日文化交流館地下1階の江戸っ子スタジオの座礁の皆さんのですね、楽しんでいただける劇場型レストランにもぜひお越しいただきたいと思います。それでは皆さん、座礁の皆さんのステージでございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、引き続きこちらの神楽殿の前でお待ちいただきたいと思います。楽しいラインナップ取り揃えております。江戸東京夜市、引き続きこちら神楽殿の前でお待ちくださいませ。